立てあの真っ白な雲浮かんでは消える言葉のように形変えて空は全てを見てるのかな全て流れていくけど本当の幸せはこの程度届かない穏やかに晴れた空だとそう思うて風の匂いも雲の流れも太陽が言った みんなもう10分なるで10分なるで楽しい相対性理論始まるで10分思わないでやめてみんな始まるで、みさきボーカルやでみんな上におるこらなあもうおもんないってじゃあもういいじゃあ相対性理論お願いしますはい一回戦前見てほしいんで一回戦ちょっとどんどん
しようかな。そうですね。あと1回生の子も、ね、知らん先輩いっぱいいると思うんで、ちょっとメンバー紹介しようかなと思って、こうやって髪の毛くるくる巻いて可愛いベースをしているのがミナエです。西川さんなんで、でドラムのノリピーです。今日はちょっとノリピ女の子らしく、ギターのエミちゃんです。エミちゃんは天使みたいで可愛いです。でギターの佐竹です。で私は美咲と言います。よろしくお願いします。じゃあ次の曲は人工衛星なんですけど、やりましょうか。そろそろ、え、まだ20分、あと20分もあるって、ノリピー。
やろうか。ゆっくり、ごゆっくりしましょう。動機が。ワン様が前で見てくれてるなんて。じゃあ次の人工衛星します。お願いします。めっちゃ時間がたっぷりあってですね。どうしよう。次の曲はラブズッキューなんですけど、みんな知ってる。知ってる？みんな知ってるラブズッキューなんで、一緒に歌ってほしいなと思って。あ、ズッキュン、ズッキュンしてください。ズッキュン、ズッキュンしよう、ノリピー。はい、ズッキュン。まだ大丈夫。We'll be right back.
皆さんめっちゃやってくれてありがとう。わあ。あと1曲やねんけど、まだまだめっちゃ時間あんねんけど、あと10分ぐらいあると思う。あ、えみちゃん、あの2回戦のえみちゃんなんですけど、めっちゃ可愛くないですか？めっちゃ天使みたい。あ、えみちゃんっていうな、ね、こんな可愛いけどな、こんな可愛い。あのえみちゃんはちょっとサークルやめたい、やめたくはないけど、ちょっとギター嫌やなみたいになってて、でもこんな、ね、えみちゃんがいてたら、そう、構成するためのバンドなんですけど、あのちょっとノリピースパルタで、ちょっとエミちゃんがなんか下僕のように扱われてちょっとかわいそうやなって思う時もあるんですけどね。エミ、うん、ちゃんちょっと喋ってや、1回戦の皆さん、あ、ちょっとノリピー喋るからエミちゃんも喋ろう。うん、そしてエミちゃん、エミちゃんはあれやんな、エミちゃんどういう男の人がタイプなのかタイプ、じゃあ、1日目のライブであの何人かっこいいって思ったんやったっけ？結構おるよな、7人ぐらい。あの名前挙げてあげたらめっちゃ喜ぶと思うから、ちょっとかっこいいなって、まあ、好きとかじゃない、普通にかっこいい。翔平さんとジャックさんと誰カルパスさん、リンちゃんもかっこよかったです。チュケさんとアサトさん。いや、皆さんかっこいいと言ってもらえて嬉しいですね。エミちゃんに、エミちゃんにかっこいいとか言われたらもうやばいな。どうしようどうしよう。え、そんな感じで、どんな感じかわからんけど、最後の曲スマトラ、あと何分です。10分、めっちゃエミちゃん、なんかじゃあ何やるかな。ちょっとリノはあんまりおもろい話あったけど、ありがとう。どうやった、リノン。リノン組んでみて、エミちゃんはどうでしたか？ちょっとみんな分散すね。先輩、じゃあノリピーさんはどうでしたか、先輩的に。あのめっちゃ怒られて、あの下僕のように扱われてるんですけど、あのちゃんとマウデューに引き戻してくれてありがたいと思ってます。で、昨日もなんかメールくれてめっちゃ感動して泣きそうになりました。みなえさんは、なんか天王寺まで一緒にいつも帰ってるんですけど、なんかその時にいっぱい喋れて嬉しかったです。佐竹さん、特にないみたいなんで、ちょっと、はい、なんか新刊には出てないねんけど、あの、うん、2回生に小田真由っていう子があって、小田真由マネージャーをしてくれて、理論のマネージャーをしてくれて、そうで、エミちゃんがな、こう最初こうギターとか、ギター嫌な時は一緒に練習してくれて、そうスタジオ2時間のうち1時間55分泣きそうだったよな。そうずっと泣きそうだったけど、小田真由と練習して上手になってな、スタジオも楽しくなって、で小田真由はケーキも焼いてきてくれて、めっちゃ美味しいケーキをね焼いてくれてくれて、小田真由には感謝がいっぱいは、ありがとう小田真由。
刻遅刻うん、まあちょっとたくさん無駄な話をしてすみませんでした。じゃあ次最後の曲なんでみんな盛り上がってください。スマトラ警備隊よろしくお願いします。